釣りに夢中なアングラーが一人。釣りは大好きです。もう釣りがなかったら生きられないぐらい釣りが好き。ためらうことなく言い放つ彼は注目の若手アングラー伊藤匠。とにかく夢中なのだ。魚がこう今どういう状況なのかとか何にもわからない状態から一個一個そのフィールドに立つ時にヒントを見つけて、それでこうなのかこれだったらどうだみたいな、その問いかけに対して魚が反応する、もしくは何も反応しないとか、いつも違う。だからノーフィッシュの時もあるし、たくさん釣れる時もあるし、そういうところの奥の深さっていうのはすごいなと思うんですよね、バスフィッシングは。他にこれだけの様々なルアーを駆使していろんな検証して答えを導き出すバス以外の魚っているのかなっていうと、僕はまだ出会ってない。和歌山県紀伊半島の山間に佇む湖、郷川貯水池。郷川ダムの貯水池として豊かで清らかな水を蓄える。名の通り主に3本の川が流れ込むこの湖、引川、前の川、将軍川、山々から流れ込む水が自然の営みを支えているオアシスのような存在の大規模リザーバーだ。初めて訪れる伊藤匠、彼の釣りへの探求心がバスフィッシングの真髄を見せてくれる。夏の暑い盛りの8月初旬、今回は2日間の釣行を予定している。タックルはめちゃくちゃ多いですね。今回初めてのこの郷川ダムだと僕の中では本当事前情報が全くないし、一から探さなきゃいけないんで、まあ、そういうことを考えるとタックルは必然的にこれぐらいになっちゃうかなみたいな。やっぱ初めての場所に来てどんな釣りがハマるのかなってやって、いろんな釣りをしてハマった時に、あ、こういう釣りかみたいなのが一番楽しいかな。魚に対して食べてって行くのか、向こうから来いよって押し付けるのかみたいな、やっぱそれもどっちもできるのがバスフィッシングだし、どっちのバスフィッシングも正解がある。だから相手にバスに対してこびずに自分の強い釣りを投げかけるからこそ出る魚もいるし、だからどっちとも言えないから面白いんですよ。初めての郷川ダム、新鮮な感覚は味わいながらもすでにスイッチは入っている。どんな釣りが伊藤匠に待っているのだろうか。まず朝一番は将軍川を登っていく。水位が浅くなってきた。この辺から止めようか。うわー、水きれいになったな。ここからほらすごいきれい。うん、もうバスいる。ほらほら、これバスでしょ。ほら魚出てきましたね。夏のセオリー、上流域、水面系のビッグベイトで流す。いるいる、ほらちょこっとした深みのとこにいるんだな。そこまで見えてしまうクリアウォーター、
なかなか手強い。もう濁ってる水、マディウォーターのが大好きですね。やっぱ関東のマディフィールドで育ったんで、こういう水はねあまり得意ではない。だからこそちょっとやりたいなっていうのもあって、上流一回行こうみたいな。濁りの入るところまで下る。赤潮が出てくるのはこの辺か。お、チェイスした。お、チェイスした。うわー、食いそう。ほら。やる気あるじゃん。今食いそうでしたね、BT フォースね。濁りが出てきて、やっぱり追わせられるよな、この辺。さまざまな情報をもとに予測し、実行して確かめる。これの繰り返し。下流に移動。結構湧き水が出てるね、この辺。あちらこちらから湧き水と思われる泡が立ち込めている。これをちょっとチェックしてダメなら別の筋って感じっすね。ヘビキャロ。ここで5メーターぐらいだと思うんだよな。この日に大まかでも湖の全容をつかみたい。ポカーンと浮いてんな。チョイスしたのはクローラーベイト。でかいなこれ。来た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 。おっしゃ来た。おっしゃ来た。うわバレた。うわ来たね。おちょっとヒント出たね。キャッチはできなかったが、こういう状態をヒントにして蓄積していく。今のもね。いやでも相当ヒントには近づいてきましたよ。餌の方向にルアーを近づけていくと食わないかもしれない。かなり理解度は増してきた。バックウォーターに固執せずどんどん動く。崩落。テキサスリグ打ってみようか。いろいろやってないことをいろいろ試さないとね。でかいの出そうなんだけど出ない。今度はポッパー。目まぐるしい。見に来て食った。おお。おお。出たね、トップウォーター。おいしょー。来た一匹目。うわ。長かったね。長かったけど。ほら。釣れた。ゴーガは。
あ、ポカーンって浮いてきて、チャプって、綺麗な魚、最高の魚。まあ変な話、今日一日で全部回るって考えてるんで、この最後の筋も含めて全部ニュートラルなんですよ、バスが。だからルアーが速いと追ってこない。だからこういうポッパーみたいな感じで止めておけるものだと浮いてくる、ポワーンって。羽もそうですよね、ゆっくり複雑な流れ、複雑なこう水流で追わせて食わす。まあ水通しのいいでもとこにいますよ、それは間違いはない。これちょっとでも流れが出たら一気にやる気出るかもしれないから。一通り見終わった後は気になった場所をチェックしに行く。中流域にポツポツとあるカバー、ここに魚はいるのか。このサイズだ。来たけどね。これは一つの、こういう釣りをするとこうなるよっていう答えかもしれない。でも食ってくれただけ嬉しいよ。カバーにはいると。でもサイズがあのサイズと。まあでも今日やることはやったんじゃないかな。今日は失敗という失敗はそんなないとは思う。あのミスっちゃっただけ。そのバイトまで持ち込んだのに取れなかった魚っていうのがミスぐらい。エリアの回り方的には多分、ちゃんと全部回れたから、ある程度はイメージはできたかなって感じですね。状況は厳しいが、湖の全容は大体把握できた。明日は道を切り開く。2日目の最初は前の川の上流域からスタートする。まずは上流から見に。昨日は2倍とあったからね、このストレッチは。期待できるんじゃないかな。おそらくその水位が下がることによって起きる流れだと思うんですよ。その流れが起きた時に魚のテンションが上がってる。それがまあいつなのかっていうのは結果的に分かんないんですけど、でも間違いなく起きてるから。でも今日もバスあんまやる気ないね。流れはない感じですね。そこでライトリグを試す。見えバスに対してルアーをキャストしてからフリーフォール。長いワームの細かい振動で食わせる。
ロングワームだよ、ロングワーム。うわ、引く引く、頼む頼む、やばい、めっちゃ引くこれ。くぅ、ゆっくりやんないと切られちゃうよこれ。こっちこっちこっち、まあまあサイズちょっと分かれたけどね。出てこい出てこい。おお、怖い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 。あ、やったー、タフだけどね、ロングワームで出た綺麗な魚。ちょっと巻かれたけど、どうにかどうにか一本やった。昨日とは違った食わせ方で仕留めた。結果につながったのは素早い状況判断。引き半端ないよ。これがいいよね。どういう釣りだと反応するのかなって試してみたところ、これで食わせられるっていうところに結果結びつく。それまでだってもうこれどうにもできないなっていう状態だったのに、急にいいっすもんね、食うのは。これが面白い。次は中流域。この辺いそうなんだけどな。昨日から目星をつけていた場所、条件のいいエリアのようだ。ベイトの反応もある。この筋とあの筋のぶつかるところ、すっごいブクブクしてるもん。湧き水にベイトが溜まってんな。フットボールジグをセットし、岩盤沿いを攻めていく。よし、来た。でか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 。うわ、でっか。おお、危ねえ。おお、まあまあサイズ来たよ。フットボールジグかよ。ほら、買ってきた。おっしゃー、サイズアップ嬉しい。いろいろさ考えて考えて、ここな、流れ当たってるから、駒岩盤いるかなってやったら、来た、こんな綺麗な魚。フットボールジグ、やった。スロー、結構スロー。フットボールも 7g まで落として、でルアーもちょっとでっかすぎないようにして、そしたらやっぱ食ったから、ファーストフォールで食わなくて、そこからポンポンって上げて、また落として4メーターぐらいまで行ったらグーン。ちょっとレンジが深いんですね、バスのね。好条件が絡み合う場所だけに続くかと思われたが、その後バイトが出ない。一旦ここを離れ、対岸にあるフロートを攻めることに。ここでまた新たなリグを取り出した。扁平の大型ワーム。あ、いた、バスいた。食った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 。よし、来た、来た。よし、危ない。1日目が嘘のように次々魚を手にできている。
伊藤匠の中に確信めいたものが見えてきた。一発腕痛かった。再び先ほどの岩盤エリアへ移動してフットボールジグの釣り。もしここでパターンが再現できれば大きな収穫になる。お、来たか。来た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 。よし。やっぱりな、見えたぞ俺。見えたよ。大丈夫かなこれ。抜けるかな。あーでも怖いな。うー危ない、うー危ない。もう見えたね。見えたよ。うん、バッチリね。50アップまでは出ないかもしれないけど、こういうシチュエーションでこういう釣りがハマるっていうのがやっと見えた。今の魚がそのサイズじゃないっていうのが結構重要、僕の中では。こういうシチュエーションでこういうとこだよなって、さっきのバイトあったような、もう一回時間を空けて流し直してみようって言った時に、1回流しただけでゴコンってくる。その時に分かるのは、あ、大きいサイズじゃなかったな、じゃなくてこういう魚がいるんだなっていうのに気づけるから、今の魚はもう一番嬉しいかなぐらいの勢いで嬉しい魚。サイズじゃない、このパターンがあるんだ、このパターンを見つけたんだっていう、すごく大切な魚。この深めのレンジで釣れたことに手応えを感じた。さらにパターンを強くする。前の川を下流方向へ。何やら考えがあるようだ。下流の船だまり、ここを先ほど釣れた大型ワームで攻める。ルアーの泳装は水面直下から1メートルほど。バスは深いレンジではないのか。来た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 、持ってった持ってった。よっしゃ、これでかいぞ。これでかいよ。これはでかい。これはでかい。これはでかい。うわでかっ。うわでかっ。でかいでかい。でかいぞ。ほら。うわでっかい。釣られてる釣られてる釣られてる。おっしゃー。出た。このコンディション。やばいね。決まったね。よかった。すごい。今回上流の魚には翻弄された。ダメ元であの丸太のようなバスをチェックしに行く。水量の少し減った将軍川バックウォーター。やはり悠然と泳ぐビッグバス。その浮き物の釣りはもう多分あれ続けてれば釣れるの分かったんで、最後上がどうなってるのかとか気になるから。でかいこれ。相変わらずニュートラル、風格さえ感じる。
よし来た。よし来た。多分。おお。でかい。耐えてくれ、耐えてくれだ。ダオ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 。行かないで。危ねえ、危ねえ。なんだこの引きは。おっしゃ、頼む。おーっと、でかいでかい。うわでかっ。よっしゃー、取ったやったー、今日一でしょ、50アップついにやったやつを攻略した、よかった。本当はね、こう下流中流域のパターン見つかったから、上流どうなってるんだろうなっていう確認の上で来たら最後に決まったねあー、いやー満足です。もうこうやってね、魚を探していろんなルアーを使い分けながら結果ここに結びつくのって、やっぱりバスフィッシングにしかこういう経験ってできないんで、最高の2日間でした釣ることだけに飽き足らず、常に先を見て釣り進む、最高はどこにあるのか。それは一度の釣りだけではなく、生涯追い求めていく課題。伊藤匠はまだまだ進化する。